はい、あるです。おはようございます。はい。今日もですね、通り通りに向かっております。はい。ただ、モーキーフィールドにまあ向かってるんで、ちょっとね、二日連続でちょっと同じフィールドにはなってるんですけど、昨日行った時は、おちびと一緒に行ったんで、あんまちょっとこう、がっつり撮影っていう感じではなかったんですけど、863と、ZFC 持って、ゆるくね、はい。おちびがね、ミサゴをちょっと見たいっていうもんで、はい。ちょっとね、ゆるく、行ってきたんですけど、今日は僕一人なんで、がっつりっていうほど、いつも行けてないんですけど、ほんまにね、午前中の、数時間だけなんで、そこまでね、一日中ずっとがっつり撮影っていうわけでもないんですけど、はい。今日は、一人で、やっていこうかなと、思ってます。はい。で、今日のボディはですね、D5。これはね、もう最近ずっと、ハマってるというか、欲がね、だいぶこう D5 欲がやっぱ強くて、もともとそうなんですけど、それでもずっとこう D500 を使い続けてて、で、そのね、なんで D500 を使い続けてるかっていうのは前回かな、前々回。ちょっとわからないですけど、ちょっと前の動画で、そのね、理由は喋ってるんですけど、今回もですね、その D5、はい、最近ちょっと欲が強い D5 でですね、今日もやっていこうかなと。はい。で、レンズはいつもの64ですね。はい。いつもの64と、これも、前回同様 1.7 のテレコンで、1020mm かな。はい。いつも行くモーキーフィールドね、その D500 をつけると、1260mm になるんですよ。その 1.4 のテレコンと 600mm と D500 で。いつもの僕の、なんていうかな、自身のこう最強セットで言ったら、その焦点距離になるんですけど、近くの杭に止まった時に、やっぱりね、ちょっとこうフレームアウトするっていうのが、唯一ちょっと、欠点で、遠くのものをね、撮る分には、距離が全然近くなるんで、ありなんですけど、近くのものを撮るってなった時にフレームアウトするっていうのがあって、で、そこにね、やっぱりたまにでもね、ミサゴがやっぱ止まったりとかするんで、そうなった時に、やっぱフレームアウトするのもったいないかなっていうのもあって、ちょっと最近悩んでた時に、こう D5 欲がこうバッとこう出てきたっていうのがあったんで、で、それで 1.7 のね、テレコンがなかなかのね、描写をしてくれるんで、はい。それで1020っていうところで、ひょっとしたらこのモーキーフィールドに関しては落ち着くかも、知れない。はい。ですね。はい。で、今日はね、天気曇りなんで、めちゃくちゃ多分いいと思うんで、昨日はね、めちゃくちゃ晴れすぎてて、あんまりね、ちょっと写真が全然、改造してなくて、近くで撮る分にはいいんですけど、ちょっと離れたら、もう、もやーってなってるのが、もう、もろに映ってたんで、あんまりちょっと改造しなかったんで、今日はね、曇りなんで、はい、ちょっとね、改造も、してくれると思うんでね、昨日に。はい。そんな感じで、今日は楽しんでいきたいなと思います。はい。ということで、行ってきまーす。はい、到着しました。なんかちょっと今日空いてそうな感じがします。駐車場の感じを見てたら、場所があったらいいんですけど、はい。いやー、楽しみですね。はい。もう今からワクワクしてる。
はい、ということで、行ってきたんですけど、今日はダメでしたね。今日はほんまにちょっとね、さっぱりダメでしたね。ミサゴは、まあ、出てはくれてたんですけど、めっちゃ遠くの方やったんで、動きもめっちゃ悪くて、あー、今日はもう全然ダメ。近くの杭にも全然止まってくれなくて。ちょっとね、今日はちょっと久々にやられたな。はい。なんか、最近ね、まあ、ちょっとまあ、トリウムはいい傾向にはあったんですけど、まあ、今日はちょっともう全然ダメで、枚数もめちゃくちゃ多分少ないと思います。小鳥が多いんかな、ひょっとして。はい、ちょっとね、張り切って、ちょっとワクワクしながら行ったんですけど、まあ、結果はね、それとまあ、裏腹に、全然ダメでした。はい。いや、悔しいな。またちょっと、やっぱりリベンジしたいなって、これ、またね、こうやってね、坊主になると、さらにこう、射欲がね、湧いてくるんで、はい。まあ、坊主ではないか。何枚かは取れてるんで、坊主ではないんですけど、あんまちょっとね、動きの、悪い、今日はトリトリでしたね。はい。昨日行った時も、なんかね、嫌な動き方というか、機能もそんなに動きいいことはなかったんで、ちょっとやばいかなと思って今日行ったんですけど、案の定ね、昨日のその動きの悪さで、来てはる人も多分それを悟ったのか、今日ね、人もめちゃくちゃ少なくて、もう全然余裕で、撮影場所確保できるぐらいの、はい、好き具合やったんで、それを感じて、よりちょっとあかんなと思いつつ、で、まあ、しばらくして、風もね、やっぱ全然ないってなったんで、うわ、風もないし飛ばんやろなと思ったら、やっぱり案の定、全然飛ばなかったですね。はい。いや、もう、ほんまにね、まあ、ミサゴの姿見ただけで、チュウヒやオオタカ、まあ、ハイタカなんかはね、全然姿すら見れてないんで、いや、ちょっとね、ほんまに今日は、残念な感じでございました。はい。まあ、自然のもんなんでね、まあ、こんなこともあるんで、はい。また次回ね、ちょっと、チャレンジしたいと思います。はい。そんな感じで、今回この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。